どうも皆さんこんばんは、工藤です。3月19日の土曜日夜の8時46分でございます。はい、今日はちょっと寒いですね。やっぱりね、寒いです。まあ雪はねだいぶ止んだんですけど、今日一日ずっとね朝から夕方くらいまでかな、ずっと雨の混じったような雪、べった雪っていうのかな、みたいなのがずっと降ってたんですけど、もう夕方くらいからはね、もう雪自体は、雪自体は、もう止んで、もう静まり返ってたんですけど、はい。まあ、あとは明日以降、ね、気温が上がっていって、溶けてくれれば、まあ何事もなく、ね、済むのかなという感じです。ただ今もちょっと寒いですね、ちょっと。ここ数日と比べるとやっぱり夜もちょっと冷えますね。はい。なのでちょっと風邪ひかないようにね、気をつけます。はい。で、今日はですね、まあちょっと朝ね、ハガレンの話をしたと思うんですけど、ハガレンの錬金術師モバイルね、はい。今年の夏配信っていうことで、まあ、今事前登録とクローズドベータテストが募集してるよっていう話を今日朝したんですけど、はい、今日ねそのハガレンのスマホゲームのクローズドベータテスト応募させてもらいました。はい、結果はね30日だったかな、3月30日にメールで通知されるらしいです。はい、まあ、スクエニメンバーズに無料で登録をしてから、はい、応募しました。まあ、最初アンケート内容みたいなものがあって、使用する OS は何ですかとかね、Android OS、iOS っていう選択肢があって、で、使用する端末、具体的な機種名が分かれば教えてくださいとか、あとなんだっけな。あとは、まあ、Android の OS はいくつですかとか、あとはね、ハガレンに関する質問がいくつかあって、ハガレンの錬金術師の漫画を全部読みましたかとか、あとは、ハガレンの錬金術師、フルメタルアルケミストのアニメを全部見ましたかとか、あとは今日朝私が言った、昔のハガレンの錬金術師、メリッサ、オープニング曲がメリッサの、ハガレンの錬金術師は見たことありますかみたいな質問とか、あとは、なんか、グッズっていうか、鋼の錬金術師のアニメとかその漫画以外で、その、コスプレをしたことがありますかとか、そういう、なんかドラマ CD を買ったことありますかとか、それ以外のなんかコンテンツに触れたことありますみたいな質問とかもありましたね。あとは、普段どんなゲームやりますかとか、とか、あ、そうだ、あと、鋼の中で一番好きなキャラクターを、がいれば一人教えてくださいっていう質問もありましたね。私はですね、まあ無難にやっぱりエドとかアルが、まあ、好きっちゃ好きなんだけど、まあメイン主人公だしね、主人公だからかっこいいし好きだっていうのはあるんだけど、なんかそれだとなんか面白くないかなと思って、まあエドとアル以外で行くっていうとやっぱマスタング大佐かなとかね、思ったりもしたんだけど、あのね、そこはあえて、ウィンリーを、一応書かせてもらいました。はい。まあ、ウィンリー可愛いからね、普通に好きです。はい。まあ、なんだろうね。まあ、エドとかアルとかマスタング大佐はやっぱ、男が憧れる、まあ、男というか、なんか、こんな人になりたいな、みたいな、憧れで、まあ、好きなキャラクターっていう感じなんだけど、ウィンディは単純にまあ可愛くて好きっていう感じで、なのでまあいいかなと思って一人しか選べなかったんで、そのエドかアルかマスタング大佐かって言われるとちょっとどれを選んでいいかわからないっていうところもあるので、じゃあちょっと毛色の違うウィンディを選ぼうかなというふうに思ってウィンディを選ばせてもらいました。はい、なんかそれが関係あるのかどうかはわかんないけどね。まあ、そんな感じで、なんかいろいろ、こう、アンケートみたいなことに答えて、応募という感じになります。はい。まあね、
まあ、当たるかどうかは抽選なんでね、最悪。まあ、どれくらいのね人が集まっているのかはちょっと分かりませんけど、iOS 3000名、Android 3000名で計6000名でやるベータテストなんで、まあね、どうなるか分かりませんが、はい、当たればいいなという感じですね。で、当たった際には皆さんにここでお伝えしますし、かつTwitch でね、まあライブ配信なんかも、まあ、スマホのねライブ配信をやりつつ、かつ YouTube にもこうアーカイブをこう上げていく予定なんで、はい、その時はお楽しみにという感じですね。はい、一応ね、なんか配信規約なんかも見たんですけど、まあ問題ないらしい。ちゃんとルールを守ればね、ちゃんとルールさえ守れば、まあ個人で利用っていうか、まあ、動画を投稿したりとかっていうのは、まあ OK らしいので、はい、その辺もやっていこうかなと思います。はい。まあ、あくまで、まあ、当たればというか、その、ベータテストに参加することができればの話ね。まあ、外れたら外れたら残念というところで、まあ、今年の夏まで、まあ、待ちましょう。はい。まあ、そんなところですね。はい。で、あとはですね、あ、今日はちなみにその、ちょっとエンタメ関連のお話をちょっと3つお話しします。はい。で、その1つがまず、ハガレンの、スマホゲームのベータテスト応募したよっていうお話です。はい、まずそれが一つ目。で、二つ目は、これも昨日の夜かな、言ったお話で、僕らの夜明け言ってる？そう、僕らの夜明けっていう作品が、漫画がありまして、それが、今年決まってないか、劇場アニメ化するんですよね。今年かな。いや、わかんない。ごめんなさい。今年じゃないかも。それはまだはっきりしてないのかな。あれ？いつって言ってたっけ？劇場アニメ化するのが決まっただけか。まだいつかは決まってない感じかな。はい。その僕らの夜明けっていう漫画があるんですけど、それが劇場アニメ化して、で、かつ、昨日の夜っていうか、まあ、18時から24時間限定で、まあ今日の、かれこれ8時54分だから、まあ、3時間ぐらい前の18時、今日の18時までの24時間限定で、漫画が全話無料公開されるっていうのが、はい、やってたんですけど、私それ全部読みました。はい、僕らの夜明けの漫画、まあ、単行本で言うと2巻、話数で言うと10話あるんですけど、全部、はい、読みました。結論から言うと結構面白かったです。はい。なんかね、まあ昨日の夜の配信で少し喋ったんですけど、その、ジュブナイル、なんか、傑作ジュブナイル漫画って書かれてて、ジュブナイルってなんだろうみたいな話をね、ちょっとしたんだけど、なんか、ティーンエイジャーとか、なんかアダルトなんとかみたいな、ヤングアダルトとか、なんかいろいろ書いてあって、なんかエッチな話とか入ってるのかなと思ったんだけど、全然そういう感じではなかったですね。はい。まあ、ちょっとなんだろうね。まあ、劇場アニメ化するって言って、劇場アニメで見たいって思ってる人もいると思うんですけど、内容がね、ちょっと難しい部分が、あるので、まあ、なんだろうね。おそらく宇宙がテーマになったりしてる作品なので、まあ、映像美というか、そういうアニメーション、すごい綺麗なアニメーションを楽しめればいいかなぐらいの感覚で見る人は別にいいと思うんだけど、結構しっかりこう話の内容を理解したい人とかは、漫画読んでからの方がいいような気がする、私はね。私自身そんなに、映画とか一回パッて見ただけですぐ理解できるタイプの人間ではないので、こうある程度原作とかがあって少し知ってから見るとやっぱりちょっと理解度がね違ってくるかなと思うんですよ。前言ったネットフリックスの地球外少年少女なんかもね、私公式サイトである程度単語の意味とか世界観っていうのをなんとなく理解した上で見たんですけど、まあ、それでもね、地球外少年少女はちょっと後半、あ
え？みたいな感じだったけど、まあ、何もわからないで見るよりはでも楽しめたのかなとは思いますね。はい。まあ、今回のその僕らの夜明けも、ちょっとその宇宙の話とか、なんかね、なんていうのかな、その、人間の死とは何かみたいな話とかも出てくるんですよ。死ぬとは何かみたいな。とか、あと、人間と機械、なんつうの、その、発達しすぎた AI は最終的に人間になることができるのかみたいな話とか、なんかそういうね、ちょっと難しい、なんか哲学とまでいくのかな、うん、哲学的な話とかも、うん、ちょっと出てきたりしてたんですよね。うん。漫画だからさ、こう文章でよくわからなければ読み返すがさ、ああ、まあそういうことを言ってるのかな、なんとなくわかるんだけど、映画ってさ、やっぱり、こう、ザーッとやっぱりこう流れていっちゃうじゃないですか。ね。理解が追いつく前に、こう次の話がどんどん流れてきちゃうから、理解できずにこう、見ることになってしまうんじゃないかなと思うので、なんかやっぱり、劇場アニメ見る、まあいいんだけどね、劇場アニメだけで見てもいいんだけど、より理解したいんであればやっぱ漫画読んでからの方が理解しやすいのかなと私は思いました。はい。なんかそんな単純な話ではなかったですね。うん。なんか結構、まあそのなんだろうね、すんごい難しいってわけじゃないんだよ。登場人物たちはほとんど小学生だしね、うん、ちょっと頭のいい小学生が出てくるんだけど、うん、なんかまあ基本的にはみんな登場人物たち小学生だし、まあ、全部を理解しなくても面白いとは思うんだけど、でもなんかその、まあ、いろいろ AI が出てくるんですよ。ちょっと未来の話なんでね。うん。で未来の話でこう AI が出てきて、その AI がこういろいろ難しいことを言うので、それをこう、なんか聞いて、ああ、なるほどねって一瞬で分かればいいんだけどね。うん。私は結構なんか、ん？え？うん、なるほど、うん、うん？みたいな感じでこう何回か読み直して、なんとか、まあ、あ、そういうことを言ってんだろうなって理解した感じですね。はい。まあ、全体通してはすごい面白かったです。はい。なので、なんか、まあ、描写、その漫画だとさ、やっぱカラーじゃないか、白黒だから、その、なんか宇宙の描写とか、ちょっとこう、なんだろうね、あ、ここってアニメだったら、やっぱすごい綺麗に描かれるんだろうな、みたいなシーンとかも結構あって、非常に楽しみになりましたね。アニメーションね。うん。劇場アニメ化。はい。非常に楽しみでございます。はい。まあ、おそらく私、劇場アニメ化されて映画で公開される時には、多分漫画の内容若干忘れてると思うんですけど、うん。私そんなに記憶力いい方ではないので、まあ多分、ちょうどよく忘れてるかなと思いますので、うん。まあ今はね、もう無料公開終わっちゃったんですけど、一応お金払えば読めるのかな？うん、多分。現状どうなってんだろうね。ちょっと待って。今は、そうだね、コミックデイズっていうところで読めるんですけど、まあ160ポイント。あ、違うわ。あ、話数によって、話数っていうかその、第何話によってそれぞれ違うみたいですね。うん。まあそのポイントっていうのを払えば、まあ見れるようにはなってるんで、はい。まあ、気になる方は、まあ他のね、Unext とかでも変えたりするんで、はい。気になる人は読んでみてください。はい。それが、僕らの夜明けの、漫画、全部読んだよっていうお話でした。はい。で、最後、一つですね。最後の一つは、劇場版からかい上手の高木さんの、公開日が6月10日に、決まったみたいです。はい。6月10日です。まあ私予想してましたよね。確か夏ぐらいって言ってたから、まあ初夏って言ったっけ？初夏って言ってて、初夏っていつ？みたいな感じで言ってたけど、まあ6月くらいかって決まっ、6月って決まって、ああまあ初夏だよねっていう感じなんで、はい、非常に楽しみですね。まあ、中学3年の、まあ、夏を、2人の夏を描くっていう感じですね。うん。まあ、非常に楽しみですね。うん。今入っている田中上手の高木さんがちょうど3月で終わりますよね。で、終わって、
4月5月とちょっと2ヶ月ほど空いてから6月に劇場版というふうな感じですね。はい、まあとりあえずそれだけです。はい、田中一夫と高木さんの映画に関してはとりあえず、6月10日に、全国ロードショーということが決まったらしいので、はい、楽しみに待つことにしましょう。はい、というわけで、今日の夜のお話はハガレンのスマホゲームのベータテスト応募したよっていう話と、僕らの夜明け漫画全部読みましたっていう話、あとは最後に、からかい上手の高木さんの映画が今年の6月10日に公開が決まったよというお話でした。はい、それでは、今回のお話は以上となります。また明日の配信でお会いしましょう。バイバイ。